皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。おやつの時間だね。そろそろ。チーン。駄菓子屋さんで、このもちもちきなこを見つけたので買ってきました。はい。はい。ちょっと小腹空いた時にいいんで食べてみましょう。はーい。はーい。開けていい？いいよ。作り方。作るんだこれ。そうだね。作るよ。面白そう。カップに赤と白のゼリーを入れます。赤と白あるんだで、きな粉をかけたら、はい、出来上がり。はいこれなんか袋硬いな。これね、きな粉嫌いな人がいるんだよ。あー、苦手ですみんなは分かった？みんなは分かったかな？秋はきな粉好きですか？はい。おお、こんななってるんだね。おお、すごい。本当に赤と白のもちもちゼリーの素みたいなのが入ってる。すごい。なんだこれ、もちじゃないんだ。スプーンが小さい。ゼリー入ってたのは赤いもちもちゼリーと白いもちもちゼリーときな粉とトレーとこのスプーン。よし、じゃあ小さいじゃん。じゃあちょっと作ってみよう。もちもちきな粉、あ、そう、もちもちになってるだけであってもちっては言ってないんだね。ゼリーなんだね。ああ、なるほど。ゼリーのもちもちみたいな。だから50、うん、そう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 。あ、だから50円なんだ。もちって結構高いじゃん。へえ。なになんで安いの？はい、じゃあ入れてみてください。はい。カップに赤と白のもちのゼリーを入れます。混ぜるわけではないね。ちょっと触ってみよう。面白いこれ。ゼリーだ本当に。端っこに置いたら落ちそうになった。すごい。おお。ちょっと見えにくいかな。よし、かなちゃんも白2つ目を入れよう。よいしょ。赤を入れます。おお、ベロン。これ混ぜないんだよね。混ぜないよ。コロコロするだけだよ。コロコロするだけ。うん、それかかけるだけ。赤と白を分けたらこんな感じだね。うお、いいね。ベロン。で、きな粉をかけたら、はい、出来上がり。きな粉かけてみましょう。はい、かけてください。パラ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 ララ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 。これ美味しかったらね、きな粉餅みたいなのが50円で楽しめるってすごいお得だよね。うん、うん、あー、きな粉のいい匂い。こんな感じ。こうやってきな粉をまぶそうそれとなんか、うん、バナナじゃなくてゼリーにきなこ餅をかけたけん、美味しいと思う。これどこかで食べたことあるんだよねなんかね、見覚えみたいなのがあるよね。なんだろうね、うん、これね、記憶かな。美味しい。これ保育園でね、お菓子でね、出たよ。せーのがさん、はい、いただきます。こんな感じです。懐かしいなぁ。あ、かなちゃん苦手なんだ。無理して食べなくても大丈夫だよ。よいしょ。いただきますこれね、保育園で食べたことある。あ、いや、苦手。うん、うわー、美味しいじゃん。やっぱり苦手きな粉の味はしっかりしてる。水飲んでくるこっちにお茶があるよ。きな粉好きな人。はい、じゃあどっちか食べて。赤と白のゼリーはそこまで味は変わりませんか？うん、だね。美味しい。かなちゃんいつも餅好きなとき、きなこ餅が食べきれない。あんこ餅しか食べてないもんね。そう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 、自分で餅をこうやってあんこボーボーボーって入れて、こうやって丸めてパクって食べるね。え、50円だよ、ね。駄菓子屋に行ったらこれくらいの袋に入ったポテトチップスがあって100円、100円か150円ぐらいの。高いじゃん結構お得とか言ってたよお得じゃないよ10円でこれくらいのスクラッチのラムネとかゼリーとかがある。わあ、どっからかがお茶が出てきたあっちからびっくり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 きんとん。もちもちきなこ、かなさんどうでした？やっぱりかなちゃんは気に合いませんでした。でもこれできなこはちょっとマシになったかな。バクバク食ってるあきらさんどうでした？はい、増やして食べるとより美味しいみたいですね今日はもちもちきなこをおやつで食べました。ましたました。ぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか。それではまた、バイバイ。美味しかった。あ、おかわりありますよ、二人ともいりません、食べかけはいりませんごちそうさまでした。